listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。今月の SDGs サミットの時間が始まりました。メインパーソナリティを務めます今色さやかです。 SDGs サミットとは今や日本人の2人に1人が知ってると言われている SDGs を、世界一わかりやすくそして楽しく学べる内容をお届けしていこうという番組です。 SDGs ビギナーの私今色さやかと SDGs を知り尽くした男が SDGs に関心のある学生さんだったり企業様だったり、まあ、そういう取り組みをねされている方を、ゲストにお呼びして SDGs のお取り組みとか、まあ、ぶっちゃけ話とかを伺っていこうという、放送になります。一緒に SDGs を楽しく学んで明るい未来を目指していきましょう。そして私と一緒にこの番組を盛り上げてくれる SDGs を知り尽くした男小川亮君です。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。株式会社キウイの小川亮と申します。よろしくお願いします。お願いします。いい匂いするね。ラジオで届けできないけどいい匂いする。 SDGs の香りがする。なんだそれ。ちょっとわかんない。まだまだビギナーですね、この発言は。そうだね、まだまだビギナーだった。失礼しました。オープニングなので、はい、今月も10月ももう終わりですよ。私、はいはい、言いたいことがあった。お、何ですか？私ね、すごい神みたいな場所に住んでて。お、どこ？すごいの。空島？空島に住んでるの？住んでるとこ言ったらもう、まあね、ね、ファンが追ってきちゃうからあれなんだけど。じゃあ空島と呼んどく。空島に住んでるんだけど、その空島はすっごく便利で、三大コンビニが徒歩50メートルぐらいのところにあるんですよ、全部。おお、近っ。そう、なんならもうセブンとかは庭、家の目の前みたいな。で、すごい。そう、で、ファミリーマート、まあ、50メートルぐらいだし、はいはい、あ、ミニストップもある。それはすごい。そう、で、もう一つ、その、ローソンがあると思うんだけど、はいはい、この間、先々週くらいかな、深夜に、はい、目の前にセブンがあるの分かってたんだけど、はいはい、若者がね、たむろってたの。うん、ちょっと行くの怖くて、だからローソンまで紅茶を飲みたくなっちゃって買いに行ったら、紅茶ね、うん、そうレジでレジのモニターみたいなとこに、はいはい、今月は食品ロス月間ですって書いてあったの、ローソンが。そうで、そうコンビニも食品手前取りとかやってるじゃん。そうだね。そうで、うん、ローソンとかもあ SDGs やってんじゃんみたいな、はいはいはい、まあ、具体的に何してるかまだちょっと知らなかったんだけど。そういうのやってました。ローソンいいですね。ローソン行く？ローソン行きますね。結構自分が活動してる場所が、まあ、丸の内とかの、うん、多いんですけど、そこにナチュラルローソンがナチュロね、いくつかあって、ね、うん、でちょっと先月もちょっと話したかなっていうふうに思うんですけど、うん、いつか3ヶ月前4ヶ月前ぐらいに来てくれた、うん、リー&ゴー、来てくれたというか紹介した、はい、マグカップで、うん、まあ、スターバックスさんとか、うん、そういったところのコーヒーをもらって、それをまあリサイクルというか洗って、うん、洗い返すみたいな、そういうシステムがあるのが、うんうん、ナチュラルローソンにもあって、そうなんですよ。そうなんだ。だから、まあ、なんかやっぱりローソンさん頑張られてるなっていうのはすごく感じました ね。すごい。そう、あれは渋谷とね、千代田区だったかな。ああ、丸の内か、丸の内、はいはい、で取り組みがあるっておっしゃってたと思うんだよね。あれだよね、はい、私がプラスチック側の気持ちになって話した回だね。懐かしい。ね、そうそう、懐かしいね。使われる、ね、暑かった時だよ、まだ。消費されるプラスチック側の気持ちになろうっていうテーマでしたね。そうだ、あの回だ。あの回はあれよ、ラジオを聞いてくださってて、はい、で、ぜひ出たいですって向こうから、そう、そうなんだ、ご連絡をいただいて、しかも番組に電話かメールでくださったらしいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ出たい、 SDGs の活動を広めたいっていう企業さん、学生さんいらっしゃいましたらね、メールなりに電話なりでお問い合わせしてほしいんですけど、ぜひぜひ。あ、メールで問い合わせしてもらおうかでもいいか。はい、番組への応援メッセージとか、まあ、こういう活動してますよっていう、報告とかも込みで、info@shibuyacrossfm.jp 宛てにメールを送っていただけたらと思います。これ渋谷クロス FM さんのサイトの下にこのメール記載されていて、もうクリックしたら送れるようになってますので、ぜひこちらからね、はい、お送りください。そうで、先月さ、はい、私さ、パスケースなくしたって言ったじゃん。お、言ってましたね。
見つかった。お自力でね。おめでとうございます。いや結局あのラジオを聞いてあの届けてくれた方はいなかったので、たた、ね、私が自分で電話したのよ。おしたら届いてますって言われて、で今井さん先々月も忘れてますねって言われてバレてんのね、あれちゃんと記録されてる、ね、記録されてんの、気をつけてくださいね皆さんね、忘れ、しっかりブラックリスト入ってましたね。入ってますそう入ってたんだけど、そうなんだ、そんな感じですよ。まあでも見つかってよかったですね。見つかってよかった。だってあれがなくなったらまた発行してさ、うん、もったいないことするとこだったからね。プラスチックとかね、プラスチックで合ってる、合ってます、合ってるね。もったいないことするとこだったので見つかってよかったし、もうなくさないようにね、あのモバイルに入れましたんで私も。あ、だから入れてたんだけど、もともとそうだよね、なんかその日だけみたいな、そうそうそう、二刀流だったの、うん、大谷翔平みたいだね忘れ物してるから全然スケールが小さいな確かにすいません、大谷翔平さんのファンの方大変失礼しました。あの、ま、もうね、忘れないようにしますからね、頑張ってください。でもやっぱりそのね、うん、スマホに入ってるってこともね、やっぱこれからの時代、まあ、うん、例えば運転免許とかね、最近なんかマイナンバーカードも、あ、そうそうそう、ね、結構取り組み進んでるし、ね、保険証と合体するみたいなね、進んでね、それがね、例えば1億人の分のプラスチックって考えたら、まあそれだけでもでかい、そう、なんかないがしろにできないんじゃないかなっていう。あれだってほら、学生証はどれぐらいなんだっけ。そうですね、私の方もそうそうそう、大体まあ900万人学生証持ってる人がいらっしゃるので、うん、まあそこをね、削減できるっていう意味では、この株式会社キュイという会社もそういったところに取り組んでます、うん、なんかスポンサーみたいな確かにいきなり話の流れがでもやってることは素晴らしいからね、はい、どんどん言ってこう。ありがとうございます。私はちなみに大学4年間で学生証を2回なくして2回発行してもらってて、卒業の3週間前になくした時はもういらないですよねってさすがにもういらないですよねって言われた珍しいなくしすぎて発行しまくってもらってました。ということでこんな感じでオープニングトークは以上としたいと思います。この後ゲストさんを、ブースにお招きしてお話いろいろ伺っていきたいと思います。ではその前に1曲お聴きください、セカンドレートさんで各駅停車。君はまだ正しい道を進んでる。ずっと前のことなのにたまに思い出すんだ。遠くを見つめる横顔を。雨降る街で分け合った傘も。途切れた話の
つずつ進む僕らの恋もそうだった。はい、ただいまお聞きいただいたのはセカンドレートさんで各駅停車でした。渋谷クロス FM よりお送りしております SDGs サミット、改めまして皆さんこんにちは、今井さやかです。小川亮です。はい、では番組宛てに届いたメールをご紹介したいと思います。いただきましたね。はい、ちなみに先月さ、私が紹介したメール覚えてる？全然覚えてない。今井さんがスタバでちゃんとマグボトル持参してもらってるの見ましたみたいな、はいはいはい、そう、あの子からね、インスタに DM が来て、はいはい、読んでくれてありがとうございましたって言われました。でもフォローしてくれてないの、なんで？フォロー待ちしてます。聞いてくれてるかな、きっとね。ミキさんね、お願いします。ではいただいたメール読みたいと思います。ラジオネームというか名前、梶山ゆりやさん。私この子知ってます。有名ですよ。初めてメールさせていただいております。今井さんのことは今井さんが卒論のアンケートをツイッターで募集されている時に知りました。そうなんです、3年前ですよ、私が学生の頃ね。今井さんのツイッターや執筆されている記事など文章が好きなので嬉しい。 SDGs についてもぜひ書いて番組で紹介してほしいです。ちょっと最後の一文自分で読むの恥ずかしいから読んでくんない？綺麗で面白くて私の憧れです。キラキラ。ありがとうございます。どうしよう、この後のラジオすっごい気分よく遅れます。そう、ゆりやちゃん、渋谷にゆかりのある子で、はいはい、渋谷にある学校に大学に通われてきたんですよ、小学生の頃。そうそう。で、この渋谷で学生の頃すごいお仕事活動されてて、そうなんだ。そう。じゃあなんかぜひね。機会があれば、機会があれば出てほしいです。SDGs の活動もされてましたよ、イベントとか出てて。あ、そうなんだ。そう、私がゆりあちゃんと知り合ったの、私が卒論のアンケートでやばい足らないぞってなって、うん、ツイッターで紹介、協力してくれる女の子募集みたいな、やった時にもう対応してくれたという。そう、そこから仲良くさせてもらって。何の卒論なのかちょっと気になるけど聞いてもいい？これいいのかな、言って。女性下着について。あ、そうなんだ。そう、あ、でも言っていいよね、女性下着って。はいはい、さ、かいつまんで話すんだけど、はいはい、70年以上女性ってブラジャーをつけるのに自分の体に合ってないものをつけてる人が多すぎると、うん、そのせいで健康被害が大きいから、うん、なんでそんなことが起きてんのみたいな、何を基準にあんたら下着選んでんのっていうのを研究したわけ、うん、すごい。そう、夏休み毎日下着屋さんに行って下着触るのよ。すごい。天国みたいな研究してました。すごいですね。はい、ということでメールありがとうございます。ぜひラジオゲストで、ね、出ていただけたら嬉しいなと思います、はい、ということでゲストつながりで本日のゲストさん、お呼びしております。では自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは、渡辺と申します。はい。今はですね、渋谷の、スクランブルスクエアの直結の9階にあるエシカルシーっていう、エシカルとかサスティナブルをテーマにしているお店の店長をやっております。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。お願いします。言う側だけど。私結構行くんですよ。はいはい、はい、9階を通るんですよ。11階にスタバがあるでしょ、うんうん、11階でしたよね。そうです、ね、スタバがあるのよ、11階に、はい、であそこ10時のあのビルがね、オープンすると思うんです、はいはい、あそこ並んでさ、はいはいはい、行ってさ、エスカレーターでこう上まで行くんだけど、9階のとこ通ってさ、なんかいい匂いがしますよね。あ、そうなんだ。嬉しい。それでね、立ち寄ったことがあって、今回ゲストでご出演いただくってなってお話をさせていただいたときに、うん、あそこのお店なんだってなって、あ、はいはいはい、そう、行ったことあるみたいな、なんだろう、あれ3日ぐらい前に行ったみたいな話を、うん、させていただいたんですよ。なんか先月もお話ししてましたね。そう、先月はまたあそこ、私がそのミキさんに目撃されたところ。ああ、とこでね。そうで、なんか渋谷自体にそもそもそういうお店がね、SDGs に関する店増えてるなと思うんですけど。そうだね。なんか、それこそこの前、スクラムスクエアの、でも一緒のお店かわかんないんですけど、うん、なんかイベントブースみたいなのがある横になんかあって、うんうん、で、なんか、ゴミ？プラス、うんうん、なんだかな、ゴミをバッグにしてるやつとかがあって、うん、でなんかそれ、ね、やっぱ面白いなっていうふうに思って、うんうんうん、なんかそういう増えてきたのっていいことですよね。確かに。ということで店長さんですよ。大尊敬しなきゃいけない。すごい、店長さん。そう、店長さんにね、お話、店長さんって呼んだらいいですか、渡辺さんがいいですか。店長さんがいいかな。じゃあ店長さんにお呼びしたいと思います。ま、はい、ではそんな店長さんお招きして早速コーナー行きたいと思います。はい、はい、
あなたの主張を聞かせてください。ネクストパーソンの SDGs イズム、パチパチパチ、イエーイ。はい、ということでコーナー説明をりょうくんお願いします。はい、このコーナーでは次世代のために SDGs 活動を行っているネクストパーソンにフォーカスし、過去、現在、未来からネクストパーソンを深掘りしていくコーナーです。はい、SDGs 活動を生活に取り入れたいという方が増えたらいいなというふうな思いです。ぶっちゃけた話をどんどん聞かせてください。正直上辺だけな綺麗事だけなく、ここがしんどいとかここが難しいとか、あなたはリアルな活動っていうのを聞きたいなというふうに思ってます。ここら辺を深掘りできたらというふうに思いますので、店長さんよろしくお願いします。お願いします。なるほど。ということで、まあ、生活に取り入れたいっていうね、はい、あのコーナーの趣旨があるので、はい、せっかくだから、うんうん、そのお店で取り扱いのある商品とかで皆さんの生活にすぐ取り入れていただきそうなもの、知りたいしですね、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ちょうど今日なんか持ってくよと思ってたんですけど、はい、忘れたと思ったら自分でいつも持ってるのがあったのでよかったと思いながら。店長さん うっかりかと思いきやもうよかった。しっかりしてますね。さすが。まず1個目、はい、まあ、時間もいろいろだと思うので、うん、これだけはご紹介したいのが、うん、ストージョっていう商品なんですけど、はい、結構、あ、そうそうそう、縮むんですよ、ね、ですよね。ラジオでさ、どうか分かんないのにこれあのカップ持ち運びの、ね、飲料持ち運び用の持ち運びのシリコン製のタンブラーになってるんですよ。シリコン製タンブラー、で、やっぱりなんかタンブラーってもう持ち歩くのが結構当たり前みたいになってきてると思うんですけど、うんうん、はい、ちょっと飲み終わったら邪魔やなみたいな。確かにね。めっちゃ分かる。ねえ、って言った時にこれ3分の1まで縮むことができるので、飲み終わったらもうバッグに入れていただきやすいですし、はいはい、また飲みたいなと思ったらまた大きくして、確かにね、ピピピって伸ばしてまた入れられるしみたいな感じで、もう使い捨て。いいですね。しかも可愛いんですよね、それ。可愛いんですよ。色も結構あるんですよ。10色、15色ぐらいあるのかな。そうなんだ。そうそう、可愛い。なんかどうせそのエシカル、SDGs のことやるんだったら、うんうん、やっぱ可愛いとかおしゃれがいい。いや、大事ですよね。持ってて気分上がるものがね。そうそうそう、いいですね。見ました見ました。で、短くなるっていうか、ちっちゃくなるのって、あの今若い子たち、若い子っていうか女の子みんな何が入んのみたいな、ちっちゃいバッグじゃないですか。確かにね、小さなバッグみんな持ってて結構ちっちゃくなるんだよね。うわ、本当だ、本当にちっちゃい。お財布ぐらいになりますね。本当に3分の1ぐらいになった。本当だ、飲み物がさ、はい、入るものと思えない。確かに確かに。これをじゃあ、はい、もう結構ね、液漏れとかもしないんですよね。あ、そうなんです。そうそう、結構話題になってましたよね。すごいすごい。これは取り入れられますよ、すぐに。すぐにね。うん、可愛いし、ぜひ、はい、やってください。圧力。本当に本当に。プレゼントとかでもらっても嬉しいんじゃないかな。嬉しいと思います。ね、可愛いしね。うん、それを店長さんは今日何が何でも紹介したいということでしたけど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、もうちょっと時間あるんで、店長さん、本当ですか？もしかしてもう一個ぐらい持ってきてくれてないかな。持ってたんですよ。よかった。やらせ感じる。日頃から持ち歩いてるって本当に店長の鏡。いやでも好きで、もう自分でもずっと持ち歩いてるお守りみたいなやつなんですけど、はい、最近結構 CBD っていう製品、はいはい、ますね。聞きますよね。そう、結構リラックスで有名になってきてるかなって思うんですけど、うん、最近あのポーユ、なんだろう、モデルさんがご紹介いただいたメーカーさんのカミューっていうメーカーなんですけど、うん、はい、それの今私が持ってるのが、まあ、ロールオンのアロマなんですよ。でこれ結構香りもすごい癒されるし、うん、CBD の、まあ、その性能というか効果でもリラックス効果すごくあるなって思うので、私こめかみとか、耳の後ろとかにコロコロするとすごい落ち着くから、もう絶えず持ってます。お守りみたいな感じ。これ欲しい。面白いですね。いいですよね。いい。カミューさん、カミューさん、カミュー、かわいい名前も。カミューさんがなんか素敵なのが、自然環境保持団体とか、はい、その他の団体とかに売り上げを少し寄付してるんですよ。だから、まあ、私たちが、まあ、物を買う、うんうん、そしたら、まあ、未来の子供たちだったりだとか、うんうん、美しい自然を守るための活動に使われるから、うんうん、なんか自分も、まあ、商品手に入れて嬉しいし、うんうん、もっと先々のこととかにもすごい嬉しいことがたくさんあるのが素敵なメーカーさんだなって思って、うん、いいですね。どうせね、買い物するなら少しでもいい選択をしたいななんて思いながら
同じようなもの買うんだったらね。さすが店長さんですね。商品のもうプレゼン力がそりゃ買うわってなる。いや来てくださいぜひ、ね、それ何の香り？これがジャスミンとかの香りですね、女性ホルモンとかも活性化してくれるので、いいですね。そうちょっとお大丈夫でした今すごい声高くなってました。そうなんです。女性だってそうです、すごい好きなんじゃないそういう香り僕に女性ホルモンナチュラルな香りだよ、まあ、そうですね、めちゃくちゃ好きです、ね、そうだよね、はい、今日もナチュラルだね、うん、いい香りした、ね、冒頭で言っちゃったけど、はい、好きなんじゃない。なんか最近、うん、そうです、なんかそういう何か購入したら、うん、何パーセントかそういう、まあ、SDGs 関連とか、うんうんうん、そういう自治体に寄付しますみたいな活動って結構増えてきてるなって、うん、そうですね、増えてるよね、いいですよね。なんか直接 SDGs と関わりなくても、まあ、間接的にも関わり持つためにそういうね、うん、できることをやってくれるっていうところは、うんうんうん、まあ、持続可能社会っていう面ではすごくいいかなっていうふうに思いますね。なんかやらなきゃいけないって意識してやることももちろん素敵だと思うんだけど、うん、自然とやったことがたまたまそういう活動につながってるっていうのは、うんうん、まあ、始めやすいし、なんかあ、知らないところで自分も貢献してたんだっていう幸福度につながる、うん、私はつながったタイプなんだけどね。なんか例えばだけどエポスカードさんって分かる？あ、分かる、使ってる使ってる。エポスカード、丸井さんが出されてるエポスカードっていうのがあるんですけど、はいはいはい、それもなんか最近なんか数パーセントかなんか、うん、わざわざデザインが変わっててなんか SDGs とかエシカルとかそういったとこにあなたが購入したその手数料数パーセントをあの寄付しますみたいなカードが、クレジットカードがあるんですよ。そうなんだ。そうです。だから、まあまあ、なんかもう脳死で何買っても全部あの寄付してるみたいなのができるみたいなカードとかもあるんで、あら、私はもうポイントのためだけにカードでピピってなっちゃうけどそれはそういうふうにつながってるんだ。そうなんですよ。だから自分でまあポイント保持するっていうのもいいですけど、うん、そういうまあ勝手に自分が思いもよらない、まあ、意識せずとも寄付してるっていう、うん、っていうところもいろいろ活動ができると思うので、うんうんうん、ちょっと探してみてください。ということで皆さんも普段の生活で知らない間にねそういう活動に貢献してることあると思うんですけど、うん、あの今回はねそういう話も交えて商品の紹介もねしていただきました。これお店でご購入できるんですか？はい、もちろんです。じゃあぜひ、はい、行っていただいて店長さん会えますからね。あ、もうほぼ毎日店長さんに会いに会いに来てください。ラジオに出た店長に会える、そりゃ行くしかないということでぜひ皆さん商品会える店長ですね。会える店長、アイドルみたい。まあ、店長は会えるか大体会えますね。会えるよ、会える、ね、お求めに行っていただけたらなと思います、はい、ということで、SDGs イズムのコーナーでした。曲紹介をね、では行きたいと思います。ではちょっと言ってくれる、はい、なんです、え、曲紹介どこにある？こっちがタイトルね、こっちが、あ、アーティストの名前、いきなり無茶ぶりをされて困ってえ、曲紹介、うん、じゃあここで一曲入れます。こっちがアーティスト、はい、ゆらぴこさんでヒーローでいいのかな、ヒーローです。
ただいまお聞きいただきたましたのは、ゆらぴこさんのヒーローです。激噛みしましたはい、渋谷クロス FM よりお送りしています SDGs サミット、パーソナリティの今井戸です。小川亮です。はい、ちょっと逆バージョンやってみました。ちょっといきなり無茶ぶりやめてくださいよちょっと緊張感持たせようかなみたいな激噛みしたじゃないですかちょっと私がちょっと喉の調子が悪くて、はい、ちょっとりょうくんに無茶ぶりしたんだけど、ね、まあ、季節のね変わり目ですから、そうそう、皆さんもね大切にしてください。気をつけてくださいね、はい、寒くなってきたからね。はい、はい、ということで早速次のコーナーに行きたいと思います。いいですか。はい、はい、では次のコーナー参りましょう。ネクストアクションのための SDGs ディスカッション。ございます。ではこのコーナーは最近の SDGs についてのアクションとか取り組みで事例にフォーカスして、その事例について、まあ、私たちとゲストさんと3人で意見を出し合っていきましょうというコーナーですね、はい、この内容をもとに皆さん聞いてくださっている皆さんが次にこう SDGs に関するアクションを起こしてみようっていうきっかけになってくれたらなと思うので、ぜひ聞いていただけたらと思います、はい、そんな今回の、事例はですね、店長さんをお招きしているんですけども、はい、店長さんのそのお店でやられているワークショップについてちょっとディスカッションをね、したいと思います。面白そうですね。はい、ということでなんか毎月やってるらしいんですよ。あ、そうそう、いいですね。だから過去の ディスカッションじゃない、過去のワークショップと、うん、今後やるものと、まあ、はいはい、そういうのをどうやって選んでるかみたいなのとか、知りたいですね。まあ、せん越ながら我々もさ、はい、アイディアとか出せたらさ、ね、嬉しい本当ですか。そうそう、なんか SDGs サミットで募集したアイディアですとか言ってもらえたらさ、いいね、めちゃめちゃいい、ね、番組の宣伝にはなっちゃうということでちょっと黒い部分も出てますけどね。そんなような感じで、はい、ディスカッションスタートしたいと思います。カンカン、はい、カンカン。ということで、ちなみに今月は何のテーマでワークショップやられたんですか？はい、テーマはいつも同じで、今から、できるサスティナブル活動っていうのをいつもテーマにしてるんですよ。そうなので、まあね、SDGs とか、まあ、エシカルとかよく聞くようにはなったけど、うん、じゃあ実際ね、うん、何から始めてみようみたいな方多分いっぱいいると思っていて、うん、確かに。そうだから、まあ、お子様から大人まで楽しめるようなものを、うんうん、ツールとして使って、皆さんでワークショップで楽しんでエシカルショーなんか活動していきましょう、うん、みたいな感じで、いいきっかけになりますね、はい、うん、そうですね、なるなる、きっかけ作りみたいな感じでやっておりますね。じゃあテーマは、今から始められるっていう、はい、なんか人間ってさ、うん、今からやれるってとこ大事じゃない？あ、そうだね、そうそうそう、そうだね、確かに。なんかネットとかで見るわけよ、ダイエットとか調べて、うんうん、でも、あ、これこの道具なきゃできないんだと思ったらもうやらないの、私なんかは、うん、そうね、そう、でも水をちょっと飲んだらいいとか言われたら、あ、マジすぐ飲めるって今からやれる、うん、みたいなことですよね。ちょっとわかんないけど、うん、そうですねちょっとあんまピンときてないでもやっぱりなんか知ってるっていうのとやってるっていうのはやっぱ違うじゃないですか、はい、あ、そうですね、確かに、いいこと言う、いいこと言う、そう、知ってるとやってるじゃんね、確かに。だからやっぱそこの、まあ、SDGs とかよく聞くし、いろんな企業さんやられてるけど、うん、実際自分が関わったことないなっていうふうに思って、でも興味あるなっていう人はぜひね、うんうん、行ってもらって、ね、一緒にワークショップしてもらえばいいと思います。それを楽しくやれるってことで、今月は何をさ、はい、もう今月はやったんですか？あ、そうですね、10月はですね、うん、ペットボトルのキャップを使って、はい、ペンダントを作っていました、それは本当にお子さんも参加してくださったり、本当にお店でやってるんですけど、うん、お店通りかかった外国人の方が、はい、面白そうだねみたいになって、飛び入り参加みたいな感じでできるんだ、やってたりとかもしたので、かなり盛り上がって、ペットボトルのキャップがアクセサリーになるってことですよね、はいはい、そうですね、一回溶かして肩にはめてみたいな感じで、あ、じゃあもう見た目はペットボトルとキャップじゃないんですか？はい、もうすごいなんかグラデーションが綺麗な感じになって、それはいい、いい、ぜひ。私の想像、ペットボトルのキャップに穴開けて、うん、チェーン通すと思ってたから確かにそのレベルだと思ってた思ってたから、してそれはなんか愛着が湧く、確かにね、湧きますよね、自分で作ったものとかで、うんうん、そうなんです。それいいが10月だったと、はい、結構参加される方多いんですか？結構参加されましたね、4枠設けたのかな、で、12人ぐらいかな、もうちょっといたので、飛び入り参加もいて、あ、そう、飛び入り参加もいて、すごいやってました。先ほどちょっと合間で話聞いたんですけど、はい、花、はいはい、お花の
何でしたっけ。そうですそうです、廃棄する予定のお花、うんうん、お花屋さんとかで、うんうん、まあ、なんかちょっとしおれてきたなみたいなぐらいの花、ロスフラワーっていうんですけど、はいはい、今回11月の13日にやるワークショップがそのロスフラワーを使ったしおりを作ろうかなって思ってまして、まあ、読書の秋っていうのも、なるほどね、いいですね、はやろうかなって思ってます。確かにもうお花屋さん、そのお花が元気じゃない時期を通り過ごしたら何にも使えないです、うん、そうなんですよ、まあ、商品として提供できなくなっちゃうけど、うん、でもまだお花としては元気あるし、うん、まだまだ使い道あるかなと思って。それめっちゃ、それってお花屋さんでお花を買った私たちもできますよね。あ、そうですね、そうですね、やり方分かれば。確かに自分たちよね、うんうん、私ドライフラワーにしちゃうんですけど、うんうん、あのドライフラワーにできないお花もあるし、あと、ね、増えすぎちゃってドライフラワーが、私の部屋もマジで乾燥の花ばっかなのドライフラワーまみれすごい、ベッドの脇も玄関も、うん、棚、本棚3段あるんですけど、本棚の上も、うん、ソファーの横もめちゃめちゃある花の丈みたいなすごい。そうだけどなんかお花が結構もったいないから、うん、ドライフラワーにしようって思うんですけど、うん、お花って自分で買うこともあるけどいただくこと多いじゃないですか、うん、そうです ね、そういう時になんかいただいたものをもうそういう形で、ね、残せたら思い出も残るし ね、うんうん、そう捨てちゃうのも心苦しい、心苦しいし、まあ、それはそれこそね、あのお花屋さんも捨てちゃうのね、自分たちがちょっとでも手を加えて育てたものが、ね、うん、もう商品として売れなくなるから捨てちゃうって悲しいことなんで、うん、そうやってね、はい、ワークショップとかで使っていただいて、しおりでね、うん、誰かの手元に残ったらそれは嬉しいですね、うん、嬉しい。そういうお花はじゃあお花屋さんからいただいてやるみたいな。そうですね、へえ、いいね。そうなんです。実際どういう感じなんですか、うん、あのまあ、なんか細かいところまで伝えられないかもしれないですけど。そうですね、まだそんな具体的には動いてないんですけど、はい、まあ、やっぱ大きなお花屋さんというよりは個人商店とか、はい、個人商店のところ回って、はい、もしよければロスフラワーいただけないですかみたいなところで、やっぱりワークショップ開催するにもお金がかかってくる、はいはい、まあそうですね、まあ、なんか正直な話、はいはい、なので私たちもコストを削減してお客様とやっぱ、うんうん、もう1000円とかでやってるんですよワークショップ、そうだから本当になんだろう、学生さんとかでも参加しやすいような価格帯でやりたいからこそ、はいはい、まあ、8月とかはもう貝殻のアクセサリーとか作ったんですけど、はいはい、自分たちスタッフで海行って貝拾って、努力みたいなも、あ、それもでもお客様と一緒にとかもやってたので、はい、なんか、そう、材料集めのとこからみんなで一緒にできたらいいなみたいなところでコスト削減してたりするので、いいですね、なんかそうなの。でもまあお花屋さんも、まあ、はい、ね、小さいコストでもやっぱり捨てちゃうものを買い取ってくれるっていう風なことがもし実現すればね、なんかお互いウィンウィンでいいかなと思いますし、ね、やっぱりなんか持続可能な社会っていうなんかちょっと切れ事って言ったらおかしいけど、うん、リサイクルとかに目寄りがちだけど、やっぱ経済的にも持続可能じゃなければ意味ないなっていう、本当にそうだね、思うから、そういうお花屋さんが捨てるので困ってるようなお花たちを誰かが求める形で還元できるっていう、こういうワークショップってすごいですね、うんうんうん、いいと思います。やっぱいいことやるにもね、そういうとこはね関わってくるから ね、そういうのをやられるということなんだ。なんかないかな、アイディア採用されるもの。なんだろう、でもすっごい毎月やってらっしゃるからさ、そうなんですよ、もう結構アイディアもともです。なんだろうな、うちらが思いつくことをもうやってそうだよね。なんかないかな、なんだろうな、でもリスナーさんちょっと助けてほしいな、これ助けてほしい。なんだろう、でもなんか、まあ、僕服とかが好きなんで、うんうん、やっぱ捨てちゃう服をどうにか、ね、できないかなとかって結構ありますよね。服ね、なんかそういう布関連でやったことってないですか。布関連は今の、あ、先月、はい、あの巾着を使って、はい、巾着にお野菜クレヨンっていうクレヨンで、クレヨン、はい、あのお野菜クレヨン、お絵描きしたんですよ、はいはいはい、でそれをアイロンでギュッてやるとロウが固まって洗濯してもクレヨンが取れなくなるんですよ。なので世界で一つだけのオリジナル巾着みたいな形で、ちっちゃなお子さんとかも一緒に参加してくれました、ね、お野菜クレヨンだって。 そのお野菜クレヨンも、はい、ロスされちゃうお野菜で作ったクレヨンみたいなことなんですかね。私わかんない、全然、うんうん、どうなんだろう、わかんないです。どうなの、わざわざね、お野菜をクレヨンにしようっていう発想、赤ちゃんが口に入れちゃっても大丈夫。あ、そうですね、なるほど、確かに、そうなんだ。じゃあ、そういうの美味しいのかな。美味しいかな。
ないじゃないですか。どうなんだろう。クイズハッターしこと聞いちゃった。でもいいですね、そのなんか服系どうせ捨てちゃうものを何か何になるかな、何になると思う。なんだろう、服。まあでもなんか、まあ、僕が困るのは、うん、いつもなんかハンカチを買おうっていう気とかならないので、うんうん、分かる。なんかわざわざハンカチを買ってまで自分で持つってなかなか男って難しいのね、うん、なんで。いやなんかなんて言うんだろう、その、まあ、もちろん手を拭くとかもあるけど、うん、まあ、それだったらエアドライヤーとかでもいいかとか、あ、確かにって思っちゃうし、なんかハンカチを持つってことに意義を求められないから、例えばそこになんかストーリーがあって、じゃあ自分が着てたこのボロボロになったパジャマが、うん、ハンカチになってみたいな、あ、なるほどね、そういう思い出があると、いいと、なんか男でも持ちやすいかなとかあるし、そうどうかなっていうふうに思いますが、なんだかんだハンカチの方が不衛生だったりするよね、濡れたものカバンに入れるんだったら ね、 あ、うん、使った方がいいもんね。だからいくつかなんかね、持って、でも女性が涙を流した時に差し出せないと男の人としてハンカチ持ち歩かないとダメよ。その角度で来るとは思わなかった。ロマンチストなんです私。じゃあどうすればいいですか。ハンカチを持ってない場合の対処法を教えてください。あ、まあまあ根本的に泣かしちゃダメよ。まあ、ね、根本的に泣かしちゃダメ。泣かすのちょっと話が脱線してやばいやばい、はい、まあでもなんかそうだな、服か。うんうん、そうですね、なんか服でどうにかできたら参加したいなって思います、めっちゃ使えるもの。やばい、全然思い浮かばない。あ、でも私、はい、これが SDGs になるか分かんないんですけど、固形石鹸最後まで使うのめんどくさい、めんどくさいとか難しいなってなった時に、スポンジをその中に入れて、はい、スポンジに切り込み、なんだろう、スポンジにはいはい、こう買ってさ、その前にネットをつけて、はいはい、その中に固形石鹸入れたら最後まで使えるみたいな、それいらなくなった服とかでできないですかね、確かに。あ、確かにネット、そうそう、ネットの、なんでもいいんだけど、結局手で擦るわけにはいかないじゃん、固形石鹸は。あ、そう、でも布に入れて使う分には、確かに確かに、そういいじゃん、はいはいはい、そういう、そうそう、そんなのができ、ごめんなさい、アイディアになるかわかんないけど面白い角度、面白そう、そうだから、クレヨンも最後まで使うの難しいから、何かとガッチャンコして最後まで使えるみたいな。そうそうそう、そういうの分かんないけど、なんか逆になんかこれからどう、なんかやっていきたいみたいなのってあったりするんですか、これからこういうテーマやっていきたいな。そうですね、もう本当毎回アイディア募集中で、はい、もう私も出すのちょっと大変になってきちゃった。そうですよね。確かに毎月やってらっしゃるとね、そうですよね。だからまあお客様に何やりたいですかみたいな感じでワークショップ参加した方に聞いてみたりとかもしてるんですけど、まあやっぱなんか季節に絡めてのものが皆さんなんか手に取りやすいみたいなので、まあこれからは何ですかね。やっぱ読書の秋だからまずしおりと、うん、ま、しおり12月はまだ決まってないんですか。まだ決まってないです。クリスマス、クリスマス、クリスマス。なんかもう思考停止しちゃって、カイロイデとか、でもなんかそういうもので作ったクリスマスリースとかどうなんだろうね。あ、確かに、ね、確かにリースとか可愛いですよね。いいですね、ね、それだったらワークショップとしてできそう、うんうん、確かにできそう。ペットボトルとかとかプラスチックとか何でもいいから、そういったものを、なんか型があるんですか、溶かし、溶かして、あ、そうです、溶かす型があるので、じゃあそれでキャンドルとかもできるのか。じゃあ、ね、そう、キャンドルとかもね、あ、それこそ布を使うんだったらドイツでほらアドベントカレンダーなんか、あ、はいはい、あ、開けるやつ、そうそうそう、何日、ね、あ、楽しそう。あれいらない、いらないっていうか布にポケットつけて、はいはい、あれってポケットの中にお菓子とか入れて、はいはい、1回目の日曜日はチョコ、2回目の日曜日はちょっと大きいキャンディーみたいなクリスマスになってて、はいはい、あるよね。そう、ああいうのとかだったら布使えるよね。あ、確かにポケット、うん、じゃあいろんなポケットで、そう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 、今いいですね、布接着剤とかもあるしね、簡単にいらない服でできるんじゃないかなと。採用されたら嬉しいです。嬉しい、教えてください。すいません、ちょっとそんな感じでした。あれだね、アイディアの話でちょっと時間が押したので、はいはい、曲はすっ飛ばして、お、すっ飛ばすの？ OK、 うん、すっ飛ばす。何を落としたんだっけ。ど忘れした。ど忘れしちゃった。すっ飛ばすで頑張って、私の考えもすっ飛ばされちゃった。頑張って。だけど頑張って。そうだ、その来月のワークショップの、はい、
日時とか、はい、場所とか告知とかしてもらっていいですか、言いましょうか、はい、ありがとうございます、うん、来月11月は13日にやる予定です、うん、はい、時間は、11時からか、うん、11時からやるんですけど、うん、まあ、各4回なので11時、13時、うん、15時、16時かなからやる予定です。何回か、はい、あるんですね、枠が。そうです、だいたい45分ぐらいなので、感覚的には、まあ、それぐらいでやる予定になってます、うん、ちょっと時間前後するかもしれないんですけど、だいたいそのくらい。でも飛び入り参加とかも全然 OK なので、まあ、そのあたりに場所はあのお店でやるので、うん、渋谷スクランブルスクエアの9階エシカルシーンにいらしていただければ、はい、あのその時間帯であれば全然飛び入り参加も大歓迎です。 OK、 11月13日って何曜日なんだろう。日曜日かな。日曜日、あれ参加しやすいですね。はい、ね、確かにお子さんと一緒にとかね、うんうん、11月の13日日曜日、はい、11時から、はい、18時ぐらいまでやるかな、18、まあ、4枠あるということで、はい、飛び入り参加も OK と、ぜひぜひいうことですし、はい、渋谷スクランブルスクエアの9階、はい、お店で開催されてます。店長さんにもお会いできます。はい、お会いできましょう。ということで、エシカル C でね、やってらっしゃる。11月13日、何の日か知ってる？え、知らない。有名なの？ね、茨城県民の日と木村拓哉さんの誕生日と私、茨城県出身なのよ。 そうか、あと倖田來未さんの誕生日と私のいとこの誕生日その日曜日にやられる。素晴らしい有益な情報ありがとうございますいやでもなんかあの11月13日、はい、で覚えられるか、覚えられるよ、ね、まあ、11月13日ね、次のあと何回日曜日3週間後とか3週間後、3、4週間後、はい、4週間後にやってます。渋谷日曜日たくさん人いらっしゃると思うし、あの結構ね、私もあそこ行くので、はい、あそこに行くとか言ったら目撃情報また送られてくるからどうしようあれなんだけど9階でやられてるということで、ぜひぜひ行ってみてください、はい、ということで、あのさっき、はい、あの SDGs イズムの時に紹介してくださった商品も、はい、お店でご購入できるんですよね、はい、もちろんです。お店にもあの、はい、クシュって縮むやつの色とかっていっぱいあるんですか？色とかもいっぱいあるし、うん、サイズも2種類ご用意してる。あ、そうなんだ、はい、さっきのは大きい、さっきのは大きい方ですね。へぇ、これよりちっちゃいやつ、まあなんかなんだろう、ショートサイズが入るぐらいのやつもあるので、でも結構大きい方が使いやすいような気がします。どれぐらい入るんですかそれ？これがあのグランデサイズっていうのが、グランデ、はい、入ります。いわゆるグランデ、結構大きいですよね。結構大きい、500ぐらいは入ります、ペットボトルの。1本分ぐらい入るんだ。そうそうそう、あ、じゃあ大きい方が便利っちゃ便利かもしれない。どうせ縮むし、うんうん、はい、なんかごめんなさい、私ペットボトルなんですけど、すみませんね。ダメですよ、そんな SDGs サミットとか言いながらさ。本当だよ、これはあのあれです、ここは、ネックレスで買って、ここは花瓶にしますので皆さんあの無駄にしませんよぜひぜひSDGs の鏡になります。ちゃんと SNS で上げてくださいね。え、何よ何よ、これを、はい、あのこうやって利用し再利用しました意外といいのね、見てる人私そう、この番組始めて1年も経ったんですけど、はい、その先月も今井さんが本当にスタバでカップマグカップ持参してるの見て良かったですって言われたけど、はい、これ今日ね、ダメだね。じゃあちょっとちゃんとやんないと。そう、目撃情報があって追跡しますすごい、そのうち目撃情報作るよSDGs の本当にあの小川がいたぞみたいな隠れよそう、じゃあまあ皆さんちょっと今井さんの SNS 関連ちょっと、ね、はい、あのパトロールしていただいて、はい、しっかり SDGs、ね、1週間経っても何もやってなかったら DM みんな送りまくるっていうやめてほしいそれはやりますのでよろしくお願いします。 DM 返せないんでコメントの方にねしてくれたら嬉しいと思います。ということで、します。はい、宣伝のワークショップの方ね、話戻りますけど、ワークショップぜひ来月11月13日あのご参加いただけたらと思います、はい、大人から子供までたくさんの方が楽しめて、しかもあのエシカルの活動につながるよってことなのでね、あのいい体験になるんじゃないかなと思います。ということで、本日どうでした？ラジオ出てみて。え、めっちゃ緊張したんですよ最初、はい、でもなんか、ね、あ、そう、めっちゃ緊張したんだけどなんか大丈夫でしたそう、私
緊張をほぐす天才なんですよ。天才だった。そう、緊張しなかったでしょ。それ、そっちの効果だったのね。あ、そうです、そうです、私のおかげ。あ、そうなんだ。そう、あの、ぜひ、緊張して出れない、人前に出るの恥ずかしいっていう方でも、うんうん、すっごく楽しくラジオで出れる、うん、私のおかげで、あの、ぜひ SDGs の活動をされてる方はね、どしどし、あの、ゲスト出たいですよって名乗りを上げてくれたらと思います。ということで、来月は、11月のいつだ今カレンダー確認するからな。第4月…ちょっと待って28日ですね。11月28日、はい、第4月曜日13時からですね、また生放送でお届けしていきたいと思っております。またぜひいろんな方に聞いていただいて、はい、あ、そうだ、行くの忘れた。私、古着買ったの、ちゃんと。お、買ったんですか。先月古着に関して放送したんですけど、はいはい、私今日来てくる予定だったんだけど、ちょっとこの後商談があって無理だったので、はいはい、来月は古着を着て、おー、いいですね、出ようと思います。どういう系でした。それは見てからの楽しみ。まあ、見てからね。ということですよ。ということで、来月11月の何…ちょっと待って。28日。28日、月曜日昼13時からですね、私が古着を着てくる回、ぜひぜひ お聞き、ご覧いただけたらと思います。はい、で渋谷クロス FM で SDGs サミットは毎月第4月曜日の昼1時から放送していますので、撮ってくださってる放送してますので、ぜひあのお聞きいただいて、 SDGs についてより皆さんに知っていただいて、楽しく学んでいただいて、今よりもさらに良い社会づくりの第一歩を一緒にあの歩んでいけたらと思います、はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、メインパーソナリティ今色さやかと小川亮とゲストの渡辺連長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。